何があり。いや俺ら10時間ぐらい乗ってますよ、1日自転車に。12時間ぐらい10以上走ってます。そんなこと毎日続けられて疲れちゃって。もう今日10日目です。9日目5日かな。はい、おめえら多分走りすぎだよ。走りすぎかもしれないですね。ゆっくり来ればいいのに。あの僕もオートバイで無理にして走ったことあるけど、もう最後は眠くてフラフラで。今日も寝るとこないのに、ガソリンスタンドで夜中やってないとこ行って、そこで寝てて。もう寒いって今。本当に天気予報で今日はというのは気が付い10度ぐらいだから。全部が全部じゃないけど。上の方とか行ったら。寒いところでは10度ぐらいで。回れんかもね、じゃあ全部。北海道。変なとこ通っていくと熊に襲われるんだよ。本当に痛いらしいっすね。熊が。だってこの辺だって熊出てくるじゃん。よくニュースで出て。あ、そうなんですか。襲われたって。この辺ですか。この辺じゃないけどさ、どこだかあるじゃん。日本中だって。よくニュースで出てくるよ。そうなんですか。車あの散歩してて朝。散歩してて、馬に襲われたとか、一人でやってるんだけどさ、危ないね、危ない。車あんまし通りたくはない。たまに車が走ってる人いますよね、自転車乗ってる人。危ないですか、やっぱ。うん。ライトですよね。うん、ライト前じゃなくて、カー後ろ。はい、後ろにも、前にも後ろにも、うん、車に教えてやらないと。そうそう、危ないから突っ込まれる。あ、トンネルは本当危ない。うん、そんなとこはばっかだよね、親知らず。そうなんですか。糸魚川線もそういうところが上りで、今度こっちから行くと上りのところはきついじゃん。そういう同じような条件で川沿いじゃ、そっちは。やっぱり断崖の川沿い。川一番いいのは上越に行ってから行くのが一番いいんだよ、遠回りで。上越。うん、そうすれば糸魚川のその危ないところ通らない。だけど遠回りの先じゃない。今何の車乗ってるんですか。エプシトレー。おへー、すげえ。いいじゃないですか。いや、アウトドアな感じですね。めっちゃ羨ましいです。仕事で使う4ナンバーのあの車にちょっと気を利いたような感じじゃないですか。あそこのにはな、無理だ。乗りたい車とかあるんですか。ない。あ、それは本当に仕事で使ったんだ。あ、どれぐらい今それ旅されてるんですか。それ今1ヶ月ぐらい経った。やばいっすね。チャイナ新宿なんかやったね、運動があるんだとか変なこと言うとるけどね。あ、昔のことまで言うとチャイナ。カッパ着てみんな行っとんだけど、放射能とかで投げれると思う。さすが。だろ、
してたけど、冷凍ケーキは何もカッパで洗えば取れるってそんな簡単なの。洗えば取れる。そうでしょ、単純に考えたらこれ。それで要素じゃ魚が分解してくれるんやから、人間やだけが分解してくれる。だから、ね、逃げ道を作って、そういう核融合したやつがそう簡単に、そんな2種類の放射能であるわけねえね。あ、でもそれなくす方法を考えないと増えるだけですよね。増えていくだけですよね。結局は食べ物とみんな結構してる。ああ。霞ヶ浦に取り入ってアートラインが走ってるやろ。あそこいいぞ。ここが最高や。いい場所。アートラインが最高や。美術館もいっぱいあるし。バイクかなんか乗られてる。ずっと放射能の話をされてしてもらいました。放射能を勉強、今の若い人が勉強すれば、大変な財力になるって言った。あのマヤ文明の人たちと同じぐらいの功績がもらえるんじゃないかって。ああ、そうそうそう。そうそれ以上のもんだよ。それ以上。だってあの放射能はこれからずっと続くよ。雨が降ってる。強い雨は。え？強い雨はまだ経験してるね。いやもう強い土砂降りっすよ、土砂降り。もうそんな。だからそうか、昨日は。3日連続土砂降りにあって。ああ、じゃあ昨日あの金沢だとか。土砂降りです。その前は兵庫とか京都で。それ持ってたんか。夏やからな。いや、夏やからまたいいな。濡れても、風邪ひくようなことないから。まあ、今だから、冬だとカッパ着ないといけない。カッパ着ても、確かに風邪ひきやすいわ。そうですね。ここは20年まで晴れなし。そうですよ。冬はず全国、そんな感じ。なんとか。それが特徴なんだけど、バイブセンシンやから。じゃあ、行きます。はい、ありがとうございます。